さあやっていきましょう、だしラジオ。今回はね、ちょっとなんかお知らせ系になるのかなちょっとねふわふわした感じではあるんですけど、あのね、ムーポン初心に戻りますもうなんかね、ね、YouTuber がなんかよく言いそうなフレーズ言ったなこいつみたいなところあるんですけど、そう、いや、なんか特にね、なんかもう何も考えずにふわふわね、なんかこういうことを言ってるのではなくですね、そう、初心に戻るとはみたいなところがあるんですけど、いや、最近っていうか基本的にあれじゃないですか、僕の動画ってなんかほぼほぼなんかね、その編集なしで、で、なんかまあ、こまごまと収録したやつを、とりあえずペタ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 って貼っつけて、で、なんかまあ、動画にしてますよ、みたいな。なんかそういう作りやったと思うんですよ。で、初期の頃のね、僕の動画って、なんか割となんか頑張って編集してたよな、みたいな。なんかね、そういうところがね、なるんですよ。で、まあなんかちょっとね、なんて言うんですか。なんかね、まあちょっとそろそろなんか僕も動画の品質とか気にするべきタイミングなんじゃないかみたいな。まあなんかそういう風にね、思うところもあったわけなんですよ。っていう感じでね、ちょっとね、そう。今回っていうかね、なんか次、いや、これ、このなんかね、ラジオがどのタイミングで上がってるかわかんないんだけど、スプラトゥーンのね、動画がなんか割とちょっとね、気合い入れて編集して、まあ編集してって言ってもなんかその、わーすげーみたいなエフェクトとかがついてるとかじゃなくて、なんかわかりやすくね、テロップとか効果音とかがね、ちょろっと入ってて、まあなんか試合中にブチブチ切ったりみたいな、なんかそれはちょっとね、なんか、野暮かなみたいな。もう何の動画か分かんねえよこれみたいなね感じになっちゃいそうなんで、なんかひとまずね、まあなんかなんていうんですか、がっつりブチブチ切ったりっていうほどではないんですけど、ちょっとなんか喋ってることにテロップ入れて、なんかね、そう、それっぽい効果音入れてねなんかね、そう、いい感じのね、調整をちょっとねしてみようかなみたいな。そう、基本的にあれなんですよね、なんかもう思いつきでよしやってみるかみたいな感じでね、なんか思いつきでやって、なんか気づいたら飽きてやってなかったりみたいなそういうところはねあるかもしれませんが、まあちょっとね、そう、いや、今回はね、ちょっとそのなんていうんですかね、編集をね、もうちょっと、そう、いや、なんかね、そう、悩ましいんですよ。なんか、そのね、人によっては、もう一日になんかもう3本も4本も動画作ってみたいな、そういうスタイルの人もいるじゃないですか。で、なんか僕もなんか、どっちかっていうと、なんかそっち系、そっち系に近いのかな、みたいな感じで、なんかこういう感じでね、なんかラジオ撮って、朝ラジオ、夕方、ゲームみたいなね、なんかそんな感じでね、なんかまあ1本とか、いや、まあね、なんかそうリズムに乗ってると、もうなんかもう2本も3本も動画作ってみたいな、あとはまあ発売日直後とかね、まあそんな感じではあったんですけど、ちょっとね、そう、いや、なんかみたいなみたいなね、そう、なんかそう、なんて言うんですかね、なんかね、そう、もうちょっとなんかね、がっつりなんか見る人のね、目を離さずにね、なんかいけるようなね、動画が作れたらね、なんか良くなるんじゃない、もっと良くなるんじゃないかみたいな、なんかそういうね、なんか改善って言ってなんかね、ダメになってねダメになっちゃうパターンとかね、ありそうなんですけど、ちょっとね、試しに、そう、実験的な感じでちょっとね、編集にね、気合を入れてみようかなみたいな、そんな感じではあります。で、なんか、まあ、なんでそのこのタイミングで、なんていうの、その編集、まあよりによって編集飲んだみたいなね、ところはあるんですけど、いやね、そう、なんか今のスタイルって結構ね、なんていうんですか、まあ、僕が見てる実況者さんのスタイルなんですよね。僕が見てきた実況者さんのスタイルなんですよ。なんかまあその昔ながらのって言ったらあれなんですけど、で、その昔ながらの実況スタイルで、で、まあ長く続けて、まあいわば生き残ってる人たちですね、の、まあ動画のね、影響を受けに受けて、まあこのスタイルなんですよみたいなところはあるんですけど、いやーね、そう、
やっぱね彼らはねちょっとね天才なんですよ。いやまあなんかねちょっとどうしたみたいなところあるんですけど、いやふとねそうなんか冷静になってなんかね考えてみるとそうなんですよね。そのなんか何万人とかね何十万人とかねそう人気をね集めるような人たちって基本的に天才なんですよ。で生放送やってもまあそれだけで、まあそれだけでって言ったらあれですけど、まあ生放送やってももう捨てるところがないみたいなね、なんかそういう感じのまあ人の動画を見てきたからって言ったらなんかね悪い感じみたいになりますけど、見てきてで、ああ俺もこんな感じでやってみてえなみたいな。でなんかあもっと本数をみたいなね、なんかまあね。ちょっとまあそこもまあ無理があるところではあるんですけど、なんかねまあそういう感じでね影響を受けてきたところではあったんですけど、でなんか自分の中でねそのなんか実況になんかがっつり編集を入れるのってなんかねちょっとねなんか邪道なのかなみたいな、なんかそんな感じに思ってたんですけど、いやなんかありなんじゃないかなって。いやそうふとね思って、っていうのもちょっとね今このムーポンとしての活動以外でちょっと別で、なんていうんですか、なんか週末の土曜日ちょっと捕まっててって言ったらあれなんですけど、ちょっとねなんか人の動画を編集する機会があるんですよ。でまあなんかそれのせいで土曜日にねムーポンはね生放送できないみたいなね。ところがあるんですけど、でそこでね得た経験がねちょっと非常に大きくて、いやーまあなんか単純にねなんかねすげえめんどくさいことを、興味がなくてすげえめんどくさいことをただただやってるみたいなね、そんな感じではあったんですけど、ふとそのなんていうんですか、なんか自分の動画じゃない動画を編集する機会で、そのぶっちゃけおもんないんですよ。いやこんなん言ったらあれやけど、ぶっちゃけ元の動画そんなにね、なんかもうただ喋ってるだけみたいな、これどうしようみたいな、なんかそんな感じなんですけど、なんかしっかり編集をすることによって雰囲気がねガラッと変わって、なんかねその生きた動画になるみたいな、なんかそういう経験がねちょっと僕の中であったんですよ。なのでまあなんかいや正直そこまでがっつり編集するってなったらもう1本作るのにもう何日もかかってしまってみたいな、なんかまあ何日もっていうかまあ何時間ずつみたいな小分けになって、なんか気づいたら1本作るのになんかねもう7、8時間とかかかってみたいな、なんかそんな感じになりそうなんですけど、そこまでとはいかずともなんかまあね、なんか今やってる編集はほんまなんかただただ流してなんかまあさすがにこれは切っとこうかなみたいな、まあここ死にまくってるし何も進展ないし切っとこうかなみたいな、なんかそういうところだけまあこうチョキンって切って、あとはもうなんかぶっちゃけ編集の時間と言いながらサムネどこ使おうかなみたいな感じでちょっとねその動画内容こうチラーって見てね、なんか見ていくみたいな、でまあ最終的に1本分のやつを全部再生して、まあひっつけながら再生して、でエンディングつけて動画出来上がりみたいな、そんな感じなんですけど、まあせっかくやからちょっとその流してる間になんかちょっと気になること言ってたらテロップつけて効果音つけてみようかなみたいな、なんかまあそれだけでどんぐらい変わってくるか正直言うと何とも言えないんですよ。いやただスプラトゥーンに関しては、まあ、10分の動画をねなんか編集するのに今までやったらまあねその、まあ、貼っつけてるだけでサムネをねこうどうしようみたいな感じでね選ぶ時間とか込みでもまあ正直知れてたんですよ、その短い尺の動画で。実際に今回ねそのスプラトゥーンの動画その十何分とかの動画をやるとまあ45分とかまあなんかね2倍ぐらいはねちょっと手間かかるなみたいなところはあるんですけど、まあせっかくねそのまあ撮った動画やしまあ2倍手間かかろうがなんかそれでねクオリティがなんか2倍にも3倍にもなるんやったらまあぶっちゃけありやなっていうところはあるんですよ。でまあ
ね。なんかまあせっかくここ1年ぐらいね、なんかほぼ休まずに、ほぼ休まずにっていうのはまあね、ちらほら1日2日とかね、まあちょっと休んでた日もありましたけど、ほぼ休まずに、まあ毎日投稿ね、リズム作ってできてたところではあったんですけど、ちょっとね、そう、毎日投稿できるかわからん、ちょっとねやってみないとわかんないみたいなねところあって、ちょっと今週ね忙しいんで、ちょっと来週から本格的にみたいな感じになるかもしれないんですけど、まあなんかね、まあ生放送でね、ちょっとまあ夜時間使ってみたいなね、ハマってる時期とかもありましたけど、最近またなんか動画作ろうかなみたいな、そういうね、なんかモチベーションの行ったり来たりみたいなね、ところがあるので、まあなんかそういうね、動画に対してモチベーションが高い間はね、ちょっと編集もちょっとなんか気合い入れてみて、まあなんかちょっと大変かもしんないけど、ちょっとやってみて、それでね、そう、いやもうね、もうびっくりするよ、びっくりするよ。いやもうほんまなんか、この素材の動画どうすんのみたいなやつに音楽つけて、そう、あの実写のね動画の編集をしてたんですけど、あの BGM いい感じにつけて、で、あのテロップと、あといいタイミングで効果音つけたら、なんかねもう劇的にね、なんかいい感じの動画になったんでね、なのでね、ちょっとね、そう、自分の動画でそれをせずしてどうなんみたいなところあるんでね、ちょっとね、もしかしたらね、これでムポンのね動画に火がつくかもしれないですよって言って、悪い意味で火ついて炎上したらどうしようはい、っていうところでね、そういう経緯もあって、ちょっとね、もうちょっと編集頑張ってみようかなみたいな、そんな感じでちょっとねやろうかなと思います。で、まあクオリティに関しては、まあぶっちゃけ1本の動画にそんななんかもうね、もう1日分かけてみたいなんとかはできないと思う、なんですけど、まあっていうかね、もともとそのゲーム実況って BGM とかついてるし、なのであんまりね変にねブチブチ切ると、なんていうんですか、なんかあの喋ってる動画とかに関してはこうブチブチ切って、で、ね、効果音っていうか BGM つけた場合、その BGM は連続してるじゃないですか。でもゲーム実況に関してはブチブチ切っちゃうと、そのね効果音ちゃうわ、 BGM がブチブチってね切れちゃうんで、ちょっとね、なんかまあそのなんかねミラクルを起こした時とは条件が違うんですけど、まあどんぐらいね手を入れれるかとか、まあその辺もあるんですけど、ちょっとね、そう、スプラトゥーンとかね、そうで、かつちょっとねマリオみたいにめっちゃ長い動画、30分とかの動画は果たして編集しきれるかね分かんないけど、ちょっとね、まあそこにね手を出し始めると、いよいよ毎日が怪しいみたいなね、毎日投稿が怪しいみたいな感じになってくる可能性は全然あるんですけど、まあそうなったとしても、いやなんかね、あの、あ、今日の動画いつもよりいい感じじゃんみたいな、そういう動画をまあね、なんか編集の力で連発できるならば、ね、ちょっと本数が減ってもなんかね満足してもらえるのかなみたいな風に、まあね、ふわふわと考えながらみたいな、いやーできるかなまあそもそも編集したからどの程度面白くなるのかとかね、まあどんぐらいねがっつり編集できるのかとかね、まあどんぐらいの投稿ペース維持できるのかとか、まあその辺はねちょっとやってみないと分かんないんですけど、基本的にムーポはね思いつきでなんかねいろいろとやっちゃうタイプなんで、ちょっとね今回も思いつきでちょっとねがっつり編集してみようかなと思いますのでいやーどうしようかな、1年後にすごいことになってたらどうしようかなみたいなね、ちょっとねなんかまあ期待をね勝手に自分の中で持って、まあね編集していこうかなと思いますので、まあこれからもムーポンの動画をよろしくお願いしますっていうことでね、今回はちょっとね、あのそういう感じで、その編集をねもうちょっと力入れてみようみたいなのをね喋りましたんですけどですけど、またねあの次回も動画でお会いできればなと思いますので、でもしかしたら今日のスプラトゥーンの動画がそうかもしれないって言ってて違う動画上がってたらあれなんだけど、いやこのラジオがねどのタイミングで編集できてるかは知らないけど、まあなんかお
動画変わったなみたいなねやつがね絶対あるんでね絶対あるんでね、ちょっとね最近の動画見てくださいということでね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。